皆さんこんこにちははレックセ講師の伊藤でです、えー、それでは2019年11月 CFP 試験に向けてのガイダンスを始めます、えー、CFP 短期合格の秘訣ということで、えー、レジュメの方もありますので、えー、まずこのガイダンスを聞いてそして、えー、11月の試験に向けての勉強にですね何か役立てていただきたいと思います。えー、短い時間ですけどもいくつかの点についてこれからお話をしていきたいと思います。 この CFP のガイダンスなんですけれどもすで、えー、にですね以前のものをご覧いただいている方もいらっしゃると思います11月の試験に向けてのガイダンスというものをすでにもう準備してあったんですけれども今回これが2つ目ということになります一部重複するところも出てきてしまうかもしれないんですけれどもまずその11月の試験ですねこの概要について最初に少し資料を見ながらお話をしておきたいと思います 資料の方ですね見ていただきますとまずそのスケジュールというものが最初に出てきています、えー、試験の概要なんですが11月の10日それから11月の17日という2日間ですね CFP の試験が2019年行われます、えー、試験は6科目ありますけれども120分1科目120分の試験時間で1科目50問ですね50問の出題を120分で回答するという形式 回答用紙マークシートですね四試卓一でのマークシート方式での回答ということになっていきますもうすでに勉強を始められている方にとってはまあこのあたりは十分にですね、えー、もう かかっていいるというとうこころかもしれないんですがこの CFP 試験科目別に受験をするということができますから例えば1科目を受験しようということを考えてそしてさらに次の科目は来年に向けてまた勉強を来年から始めようという形で計画を立てるという方も多くいらっしゃると思いますまあ、そういう意味ではですね試験日が比較的近づいた段階から勉強するという方もいらっしゃるんではないかと思いますので、まあ、そのこれから試験日に向かって時間が限られていきますけれどもその辺りの どういう勉強方法があるかということなども前回の問題などについての検証もしながら少しお話もしたいと思います。 まあこの2日間の日程があるという中でこれは前回でも申し上げたんですけれどもやはりどのの科目を受験すするるかととといいうこと、まあ、ここが非常にに最初の大きなな要素になってくると思いますそしてもちろんですねこの受験をするためには出願もしなくてはいけないですからその出願の期間ということも確実に見ておいていただいて確かこれ10月3日までではなかったかと思うんですがこの出願をするということこれをですね忘れてはいけないところですね。 その出願の期間できる範囲の中でじゃあどの科目を選択をするかということ一つここでですね参考として挙げておきたいのがじゃあ1科目どれだけの勉強する時間があればよいかということをちょっと考えておきたいと思うんですが1科目、まあ、これ個人的私のですね個人的な考えですけれども1科目100時間ということを一つの目安にしておくということはいいんではないかと思います。 まあこの100時間ということはですねつまり1日に3時間勉強する時間を取ることができれば約1ヶ月ですね30日1日3時間ということになると1ヶ月で約100時間弱ということになりますまあ、つまりですね試験日から遡って今これからどうしようと考えている方勉強時間がどれだけ取れるかによって何科目を受験するかということも一つの目安にしてみてください もちろん1日3時間勉強時間が十分に取れないという方もいるしあるいはそれ以上もう追い上げていく中ではもっと多くの時間を取るという方もいると思いますその一つの目安として100時間ということを考えてみてくださいではこれだけ時間を避けるから2科目受験しようかというように考えていくこともできるかもしれないですねもちろんこの100時間というのは講義で視聴する時間ということもあります さらには2級までの範囲というのは十分に基本を抑えておいて CFP 試験としての回答をするためのその実力をつける時間として100時間設けるる必要あると思うんですねですからこれから2級からの復習からちょっと始めていかなくてはならないというような方にとってはさらにより多い時間を必要とするかもしれません一方である程度得意な科目であったりとか あるいは前回も申し上げたように実務に関連するような科目であるともう少し少ない勉強時間でも1科目の合格に持っていくことももでできるかもしれないですね。まあ、そういう意味で1つの科目を100時間ということを1つの目安にしてそして試験までの時間の中でどの科目を何科目受験するかということをまず確定していくことが必要になると思います。 その科目別のですね前回の試験の結果というのがすでに発表されていますこれをちょっと資料の方で二番目見ていきましょう、えー、合格率と合格基準ということの一覧表があります前回のガイダンスの時にはまだ2019年の6月の試験これの結果が出ていませんでしたのでもう一つ前のですね 試験での結果というものが前回の資料の中には載せてあったんですけれども今回は新しいですねこの6月今年の6月の試験の結果というのがすでに出てきています一覧表にしてあるんですけれどもちょっとここを簡単に見ていきましょう合格率と合格の基準ということで一覧表ですね概ね合格率は30%台の後半と言ってもいいですかね科目別に特定されているわけではありません一定の基準はありません したがってこれが必ずしも次回にそのままつながるということではないんですが平均的に言えることはだいいいたから40というとうころに推移してていいいるるとととうここが見えてくると思いますこの合格率については前回もお話をしたんですがじゃあ6科目を一度に受験をしての合格率はどうかというともうこれは非常に合格率厳しいんですね。 六科目を一度に出願をして、そして六科目が一度に合格をするということになると、もう10パーセントにも満たない合格率なんです。ですからこの CFP 試験というのはやはり科目選択をして、そして確実に進めていくということがより早い六科目の合格につながる可能性があるんですね。合格の基準という欄に書いてある二桁の数字は、この合格をするために必要であった問題の数。 つまりこの数以上正解をすると、その試験は合格であったということを表しています。例えば数字の小さいものをちょっと考えておきますと、金融について27という数字が書いてありますね。 まあこの27というのは6割すら満たないということなんですがこの27つまり6割に足りていなくても31%の人が合格であったということです合格率も他の科目に比べると低いんですけれどもまあここで数字の上だけで一つ言えることはやはり金融という科目は非常に難易度が高いということは言えるかもしれませんつまり27問以上取れておけば 今回の六月の試験では合格であったということにもなったわけですね。それ以外の科目を見ますと六割を超えています。三十三不動産ですね。そして三十一あるいは三十二という基準が出てきています。まあこれですとこの三十三問以上正解することによって不動産が合格であったということを表しているわけなんですけれども、ここでまたあまり難易度が高いかどうかというときにですね、少しまあ楽観的かもしれないんですけれども。 6割余り多く見て7割ということを正解することができれば合格にこぎつけることができると、まあ、こういういいいい考え方を持ってもいいと思いますこの表は過去2回の合格の基準だけを表していますけれども少し遡ってみてもですね35問以上でないと合格ができなかったという回は見受けられないんですね。つまり 35問というのは50問の出題から見ると7割という基準ですから多く見て7割という基準を達成することができればおおむね合格することができる試験だというふうに考えてもいいでしょう。7割を取るためにはどういういい勉強をすればよいかということもですね少し安心材料として持っておいてもよいかと思います。ここののののの勉強方法ととしてその合格基準の表の下のところには 学習方法ということで簡単な図が出てきていますまあこの図もですね、一つの参考になることとして取り上げておきたいと思いますがやはり重複論点これを考えながら科目選択をするということそしてもう一つこの過去問の活用ですねやはりこれが大きな勉強方法になってくると思いますこの後少しお話をしていきますが CFP の講座の中の一つである CFP の実践演習講座 この講座は主に過去問を使って、その内容の解説講義を行っています。やはり、もう試験が近づいてくると、インプットは終わっているということの前提のもとにです、ね、過去問題にトライする時間というのを十分に設けていく必要があると思います。過去問題ですから、当然、今ここで合格基準等発表されていた2019年の6月の過去問題、ここから遡ること、何回かの過去問をですね、繰り返し、 学習の材料にすることによってもう問題に慣れていいくということとが非常にに重要になってくると思いますこの過去問題を何度も繰り返すことそれを覚えていくぐらい繰り返すことこれも先ほどお話をした1科目にとっての100時間という勉強時間の中に含めるものと、まあ、こう考えてよいと思いますね。そしてもう一つ重要になってくるのがキーワードとして少し挙げておきたいと思うんですが。 まず1つ目のキーワードとして回答はスピードを上げるスピードを持って回答するということこのスピードを持つということをですね一つのキーワードとして挙げておきましょう。まあ、これはどういうことを言っているかというと50問という出題を120分で回答するためには1問にかけられる時間は平均すれば2分半ということになるんですね。まあ、つまり2分分から3分という時間の中で、 一問の回答をしていかなくてはいけないということになりますこの一つ目のキーワードとして今スピードという言葉を挙げました早く解けるようにするということなんですね早く解けるようにどういう訓練をしていけばよいかやはり過去問題を十分に読み込んでいくということが重要になると思います 過去問題を振りり返返ってて何度もも繰り返しいいくと、とそののの試験の傾向というものが見えてくると思います。傾向を覚えておくことによってそれが実際の本試験で出題された時自分が覚えていた内容によく似てるような形で問題が出題されればその安心感も高まると同時にどこから回答として手をつけてゆけばよいかということここも非常に慣れていくことになると思います。これによって、 一つのの問題にかけるる時間ととといいううもより短縮していくことができると思うんですねなのでまず本試験の時には平均は2分から3分であるということも頭に置きながらそれまでの間に10分や5分かかっていた問題がどうすれば2分から3分で解くことができるようになるかということを過去問題を使って繰り返していくということが大切になると思います。 そういうい意味では1つ目のキーワードとして今スピードとという言葉をちょっと使っ使てみましたもう一つのキーワードは今度はセレクト選ぶですね、まあ、スピードとセレクトということでどちらも「S」という頭文字が付くキーワードを2つ挙げてみたんですがこの「セレクト」というのは「選ぶ」という言葉になると思うんですけれども今度は問題全部で50問あります。ただそのの問の問問題の中から選んで 回答していくということを指していきたいんですね。つまり、先ほど合格基準のところでもお話をしたように。三十五点、つまり七割以上取ることによって。概ね合格になると思います。とすれば、五十問、あるいは四十五問、四十問。そこまで正解をしなくても、大丈夫ということも言えてくるんですね。そこで、では、限りある百二十分という時間の中で。どうしても。 スピードを上げて解くことができなければ50問すべてを回答せずに例えば45問を回答するあるいは40問余りを回答するという考え方の中でより精度の高い正解率を上げて35問以上の正解をとるこのようにしていくつまり50問の問題の中からセレクトをして自分では45問だけを回答するとか場合によっては40問だけを回答して そこに十分の時間をかけて35問は確実に正解できるようにするこういう対策もあると思うんですね問題を選ぶこれによって一問かける時間も多くなるかもしれませんこの問題を選ぶときには当然50問の問題の過去問題を振り返ってみるとその中には難易度が高い問題であったりとかあるいはあまりあまり今まで試験に出題されていなかった論点 こういうのが含まれてくることも分かっていくと思いますどの難易度までの問題は回答しなくてはいけないそれ以上難しい問題があったらばそこは回答しなくても先へ進んでも大丈夫だこのように問題を選ぶということを繰り返し過去問題をやることによって覚えていっていただきたいんですね特に難しい問題だけではなくて時間の かかりそうな問題というのを最初から除いて先へ進んでいくということも一つの方法論かもしれません科目別にどのような問題をセレクトしてどのような問題では確実に得点をしてということなどもこの後科目別にですね少しお話をする中では触れていきたいと思いますこのように試験対策というのはその試験テクニックというふうに言ってもいいと思いますそのためにはどういうテクニックを自分が身につけておくか これを今から試験までの間に、もちろんインプットも重要です。そして過去問を使ったアウトプットも重要です。ただ、あまり多くの教材を準備するのではなくて、限られた過去問題集であっても、それを繰り返すことによって、どうやってスピードを上げることができるか、あるいはどうやって問題を選ぶことができるか、そしてその選んだ問題を本試験の中で正解していくことができるか、まあ、このようなことを見抜いていくということも、 短い勉強時間の中でではは必要にななってくるんではないかと思いますそのそれぞれの科目別ということにですね少しお話の方を進めていきたいと思うんですけれども資料の次のページの方にですねちょっと箇条書きにまとめておきましたのでこの資料の次のページの方も見ながら今の科目別その問題を選ぶというあたりのことも考えながら進めていきたいと思います。 合否のポイントということでそれぞれ科目別に三つの項目を挙げてちょっと資料の方をまとめてみましたまず一つ目金融資産運用設計ですねこの科目というのは出題の論点が非常に多いというところがあります各種の金融商品に関する問題であったりとかそれ以外に経済指標の問題であったりとか経済データの読み取,読み取り方そして時事的な問題ということも出題されていきます その中でどここが難問問であるかかとというう。も、過去問題の中から十分に把握ししていきましょう例えばどうしても苦手が多いというふうに言われている論点としては外貨建ての金融商品に関する問題この辺りは難易度が高い問題と言ってもいいと思います。つまりそれだけなかなか難しく感じるなかなか思うような回答が出せないという声をよく聞く部分なんですね。であれば、この外科建てのの外て金融商品というのは、 50問の中での3問から多くとも5問程度ですその3問から5問についてこれを自分の中では排除して残りの45問程度で正確に答えていくそして35問をキープするという方法も一つ出てくるかもしれません今は外科建て金融商品ということを一例に挙げましたけれどもこの科目の中でどの分野が自分にとっては難しいと感じるか そしてもう一つはどの分野がが時間がかかか、ってしまうと感じるそれはこの金融資産運用設計の出題論点がより多岐にわたっているということにもつながっていくと思います。2点目には時間配分という言葉を出してありますけれどもやはり資料の読み取りの問題というのもその対策を十分に考えなくてはいけないと思います。 この資料というのは中には公的な発表された資料などもあります経済指標などもありますこのようなものはあらかじめ準備をする必要というのは特にないかもしれないですね当然過去問題と同じタイミングのものが出るわけではありませんその試験の直前に発表されたような例えば経済関連の動向これが試験問題にそのまま使われるケースがありますもちろんその経済あるいは金融に関する動向であったりとか マーケットの動向などをですね、いわゆる時事的な問題として掴んでおくことは重要かもしれない。ただ、それらを掴みすぎる、掴むために必要以上の時間をかけることはないということも言えると思います。逆に言うと、この科目の中で確実に得点源にしていかなくてはいけないのは、三点目に書いた計算問題の反復というところですね。投資の指標であったりとか利回り、 そしてデュレーションさらにには税金に関するところこの辺りをですねこの科目では計算問題として出題されることが多くなるんですがここは割ととと定番と言ってもいいと思い思ます毎回同じ論点で同じ回答方法が必要になる問題というのが多く出題されています。であればその数字は違えど計算方法をしっかり覚えておくことによってこのいわゆる 金融商品に関するしていかななくてはいけないけと,ところですね株式であったり債券であったり投資信託あるいは派生商品といったようなですね各種の金融商品に関してさらにはもちろん貯蓄型の商品も含めた形でのその数字を計算していく回答していくというものについて得点源にしていけるように繰り返し学習を進めていく必要があると思います。 二点目は不動産運用設計です不動産運用設計はやはりその割合として各種の不動産に関わる法令に関する問題というのが多くなりますまあここには法律問題三十問程度と書いてありますけれどもこの不動産に関してのこの法律いわゆる法令と呼ばれる部分ですねここをまず得点源にしっかりしていかなくてはいけないと思います例えば登記それから借地借家法そして都市計画法 あるいは建築基準法といった部分ですねこれらについてそれぞれが確実に複数の問題で出題されていますここを確実に得点源にするというのがまずこの科目での重要なところになると思うんですねでそれに対して収支計画などやはり計算をする問題というところには多くの時間を割かなければいけない問題があります例えばキャッシュフローを計算する部分であったりとかそれから建築基準法に基づいたその 率率や容積率に関わるところ、そしてもう一つは土地の評価の金額土地の評価額を計算するところこの辺りについての計算問題というのはどの問題を自分は確実に正解をするためにつまり得点源にするために回答するかここを選んでいくということも必要になってくると思います。問問題のウェイトはここにに、にも書いたように法令関連で約30問程度に対して、 計算を要する問題というのは15問程度ですこの15問程度の計算問題全てに時間を使いすぎてしまうと試験時間の中で回答時間が不足することも出てきてしまいますからこの計算問題の中ではどこを自分が得点源にするかということを選び出せるようにしておく必要があると思いますそしてもう一つは税金関連ですね 所得税に関わる問題というのはこの不動産運用設計でも出題されています所得税の学習というのは仮にタックスを同時に受験をするということを考えているのであればまずタックスの科目の学習の中でその所得税に関する部分ということを確実なものにしておいていただきたいと思いますえ、三つ目ですねライフプランニングリタイアメントプランニングですこの科目もやはり 非常に範囲が広いというところが一つ言えると思うんですが最近の傾向を見ますとこのライフプランの科目では例えば CFP の倫理規定それから時事問題この辺りをですね非常に問題数としててては増えてきているる傾向があるんですね例えば働き方に関する時事的な問題が取材されていたりとかもちろん関連する税制の問題が取材されていたりとかそして近年の改正点などが取材されたりとか。 まあこの辺り新しいことがどんどん加わってきている科目なのでそこをどのようにして身ににつけてておくくかとといいうのは重要になってくると思いますただ一方でその新しい論点というのが問題の数やはり増えてきているとはいうものの当然中心になってくるのは資金計画と社会保障に関する部分ですね。なので 住宅教育老後、まあ、老後というのはここでは年金ということにもなりますけれどもこの資金計画の部分というのは割と定型的な問題が多くなると思いますからそそここでははは得点源にしななくていいいけないと思います特に定型的な問題の一つとしてはキャッシュフロー表からの問題であったりとかあるいは係数に関する問題ここは割と形式としては毎回 似た形で出題されていますから、得点源にしていく必要はあると思います。そしてもう一つ中心になるのは、やはり社会保障に関するところ。特に年金に関する分野というのの問題数は多くなってきています。年金を大きく分けて、老齢年金の問題と、それから障害年金や遺族年金というところが出題されます。老齢年金については、十分な時間を割いて、勉強も着実に進んだという方も、 障害年金や遺族年金についてはあまり思うように回答できないという場合,場合も出てしまうかもしれません。ただこの年金分野というのは複数の問題かなり多くの問題数になっていくのでそれがどのような種類であっても正解を出すということにですね過去問題を使って確実にしていきましょう。そししてて過去問題のレベルで解けけるようににおけばここはは大きな難易度に変化はありりまませんつまり 年金の計算問題などであれば、その過去問題の中に与えられている計算式、これらは当然今後も問題の中にあるわけです。計算式の中にどの数値を代入していく、そしてどうやって計算を進めるかということさえ、そのコツをつかんでおくということが得点源にそのままつながっていくと思います。次に4つ目ですね、リスクと保険です。まあ、ここから3科目は試験日でいきますと、 第2日目ということで残りの3科目ということになって11月の17日に行われる方ですけれどもまずそのリスクですねでこの科目の中の特徴というのはやはり薬管であったりとかそれから保険証券と言われるような資料の読み取り問題ここに多くの時間を割いてしまうと他の問題に取り掛かる時間がその分不足してしまうわけですねですからやはり過去問題で そのの資料の読み取りどういう資料が出てきてそして必要なところはその資料の中のどの部分に記載されているかということこれをですね確実に選んでそしてどこに回答につながる内容が書いてあるかということを早めに気づいていけるように慣れておく必要があると思いますもちろんこの保険証券約款の読み取りここだけではありません。他にもも定番問題はいくつもありますただ リスクと保険で言えるこの定番問題というのは割と二級のレベルということをきちっと抑えておくことによって回答しやすい問題が多いんですね例えば保険金の受け取りに関する部分であったりとか保険契約それから保険の保険業法ですねさらには生命保険料控除などの税金に関するところこのあたりも二級の分野ということの基礎をしっかりしておくことによって CFP 試験であっても 十分に回答できる問題というのが多く含まれていますその二級の復習でもう一つ重要になってくるのが法人契約の保険に関する部分ですね特に経理処理あるいは税金に関するところにも加わっていくところですけれどもこの法人とそれから経理処理という部分についても十分な時間を割いて学習しておいてくださいこの分野についても生命保険あるいは損害保険を問わず 複数の問題題が出題されていますそして必要になってくるのはまず2級までで学習した範囲ということを着実に覚えておいてそれによって CFP 試験で出題されるこの法人契約の保険の問題に政党が出せるように仕上げていくということが必要になると思います。タックスプランニンニグについいてて見ていきましょう6科目の中で最も計算問題が多い科目と言ってもいいですね。 計算問題が多いということは先ほど申し上げたように1問に対する時間が2分から3分ではなかなか1問の回答が終わっていかないというケースもあります。ただここもその計算のコツ、どこからその計算を進めていけばよいか、どうやって短い時間で回答を出すことができるか、その慣れをしておくということによって30問以上出題される計算問題に対しても十分な正解を出していくことができると思います。 ただ所得税以外についてはやはり学習時間は少なくなくってしままう傾向があります例えば消費税の問題であったりとかあるいは住民税の問題であったりとか学習時間は少なくなってしまうかもしれないんですが出題題されれる問題の数も限られていますであれば所得税に絞った形での計算問題ということここを確実に得点源にしていくことにして,していければよいと思います。 所得税だけでもそれが例えば控除であったりとかあるいは税額であったりとかそして総所得であったりとかという部分でいくつかに分かれている形での複数の問題ですそれぞれどのポイントを計算するのかということに過去問題を使ってその言葉も含めた形で抑えていきましょうそしてこの科目で一番重要なのはやはり計算問題が多いことに対して 一問でをできるだけ短い時間で回答することができるように慣れていく過去問題を使って慣れるということが重要になってくると思いますそして相続事業承継設計です大きく分けると三つの分野となりますねいわゆる相続あるいは贈与に関する民法としての部分それから相続税と贈与税を計算する税法の部分そしてもう一つが財産評価いずれも 基礎項目についてはきちっと押さえていきましょう。やはりその基礎ということをきちっと押さえることによって、CFP 試験らしい、より難易度の高い問題に対する回答をスムースにできることにつながっていくと思います。特に相続税の課税価格であったりとか、あるいは相続税、税額ですね。このあたりの計算というのは、かなり細かい手順を要するところがあります。であれば、まず基本となる計算をしっかり着実なものにしておいて、 そして難易度が高い少し手間のかかる計算問題にも十分な回答正答が出せるようにしていかなくてはいけないと思いますね計算問題が多いというのはやはり税額の計算というところを考えたときにこの計算問題に対する時間配分も十分に取っておいてこの回答を進めていかなくてはいけないと思います一方で事業承継や自社株評価に関する部分 この部分というのは、おおむね問題の割と後半のところにまとまって出題されます。そして問題の数といえば、やはり5問から6問程度と言ってもいいと思います。この5、6問程度ですから、今通してお話をしているように、全体の50問の中で選んだ問題で合格基準を達成しようとすれば、どの部分は回答せずにというふうに考えたとき、この事業承継の部分というのを除いて、残りの部分で、 相続については合格基準を満たすように進めようという方法もあると思いますただ一方でこの事業承継や自社株評価というのは過去問対策ここで乗り切ることが比較的しやすい分野なんですねつまり数字はもちろん変わりますがその論点についてそしてその手順については過去問題を十分に繰り返しておくことによって回答を出していくことができる問題なんですですからあまり学習が 進んでいないとしてもこの事業承継分野これを全く排除してしまうのかあるいは得点源にするかということは試験の近づいた中で判断するということにもなっていくのではないかと思いますこのように科目別についてそれぞれの特徴もありますただいずれにしてもここで言えることはやはりどこを得点源にしてそして合格の基準を満たすように進めていくのかということここは 大切なことになっていくかもしれないんですねこの科目別にそして過去問題でという話をしてきましたこの後はですね少し講座の内容についてもお話をしておきたいと思うんですがここからはこのパンフレットをですねちょっと確認してみて内容について見ていきたいと思いますこのパンフレットについてのですねまず六ページから七ページのところちょっと開けていきましょう六ページから七ページのところに CFP の講座の全容が載っています 今回その中でもう試験が近づいた段階でここでぜひ取り上げてそして学習の材料としていただきたいのはちょうど2番目に出てきているこの CFP の実践演習講座になるんですねこの CFP の実践演習講座というのは1科目2回行われています1回が3時間ということになっていますので3時間2回つまり合計すると6時間で1科目を仕上げていく講座ということになっています ここにも書かれている通り、試験対策のためのまあ、いわゆるテクニックということをここで身につけるようになっているんですね。で実際に使っていく教材については、一つはここにも載っているように過去問題集です。今回は先ほど合格の基準や合格率をお話しした2019年の6月の試験、この過去問題集を使って2回の講義のうちの1回は行っていきます。 もちろんその50問の問題の全てについて講義の中で取り上げることはできないと思いますけれどもやはりここだけは確実に得点源にしなくてはいけない問題というところを中心にその問題の解答方法あるいは間違いやすいポイントなどを中心にこの過去問題集を使って直前の過去問題集を使って講義の方を進めていくものということになっているんですね。そしててこの2回ののの回回講義ううちのもう1回については より以前の過去問題の中から編集した別の問題集を使って講義を進めていきます過去問題というのは繰り返されている問題が毎回出ているということに気づいていくことができますそれを一冊の問題だけではなかなか気づきにくい部分を過去問題さらに2018年の11月以前の問題に遡ることによってそしてその問題の中から 出題頻度の高いものだけを得りすぐって問題集という形で編集したものを講義の中で使っていきますですから講義の第1回の中ではその編集した問題集を使ってまず定番となる問題を学習していくその上で直近の問題集で第2回の講義を行っていくという方法をとっていきますそしてこの CFP 実選演講座とともにですね もう一つ試験直前まで活用できるものが公開模擬試験です本試験を想定した形での予想問題で各科目の公開模擬試験があります50問2時間という時間を実際に使ってそしてどれだけ学習が仕上がったかということを確認する材料としてこの CFP の公開模擬試験というものもぜひ活用していっていただきたいと思います。 この実践演習講座についてはその前の、えー、ごめんなさいその後ろのですねページのところにもより詳しく載っているところがありますからここも見ていきましょう9ページのところですけれども9ページのところを見ますとまず CFP についての実践演習講座ということでその概要が書かれていますそして講義の進行というところに書かれているように一つは典型問題集これを使って講義を進めていきます そしてもう一つが直近1回分のの本試験の問題集、これが2019年の6月のの問題集とというここになるんですね。この両2つの問題集を使ってのこの実践集講座で今までインプットの講義で仕上げてきたものをより問題に近い形で学習していくということで試験の日が近づいた段階でも繰り返し学習として使っていただきたいと思います。 そしてもちろんこの実践修講座だけではなくてなかなかインプットの部分がまだ準備ができていないという方にとっては8ページの方に戻りますが8ページにあるこの「受験対策講座」これはいわゆるテキストを使っての講義ということになります。このテキストを使って各科目1科目で4回の講義3時間で4回の講義がありますから12時間でのインプットの講座もし学習する時間が十分に取れるようであれば こののインプット講講座座とそれから実践演習講座アウトプットの過去問題集の講座を双方学習することによってより勉強の仕上げということとに近いいいていくと思いますこの講座の内容についてはこのパンフレットにもですね具体的な内容がほかにも載っているところがありますのでこのパンフレットを使いつつそして講座の概要などもより細かなところも把握していただけたらと思います。この講座については これは通学をする講座とそれから通信の講座と両方あります通学をすることができるということであればその通学講座において直接その講義を聞きもしわからない部分については直接そこで質問をするというメリットもありますからその通学が可能であれば通学をしつつ学習の仕上げということを進めていっていただければ良いと思いますこの CFP の試験というのはもちろん 科目別で受験をすることもできますがその段階でより多くの科目を選択することもできると思いますですから自分自身がどの科目を何科目選択するかによってより早い時期にこの CFP の6科目の合格ということにつながっていくわけですね前回のガイダンスでもお話をしましたけれどもやはり得意な科目あるいは日常とのつながりのある科目この科目を優先的に選択をしてそして今日お話してきたのは その過去問題の中でどのようなテクニックを持って試験を乗り切っていくのかということここを考えながら受験ということをですね進めていっていただければ確実に合格につながっていくと思います今回はですねこの実践集講座についてのまあ試験傾向ということでお話をしてきましたこの6月の試験との問題集もすでに手元に準備されている方いらっしゃると思いますけれども試験傾向については大きな変化は ないと言ってもいいと思いますということは今後予想されるところにも大きなブレというものはないと考えればやはり直前の過去問題集ここの分析とそれの繰り返しの学習ということが合格への近道ということになると思うんですねその中でより時間をかけて試験までの間有効な学習をしていっていただきたいと思いますそれでは CFP 実践集講座に関するガイダンスを終わります